林祐希は、日本の女性アーチェリー選手、同志社大学卒業、堀場製作所所属、1984年10月2日に、兵庫県川西市で生まれる。幼少時に、父が買ってくれたディズニー映画のビデオ、ロビンフットに夢中になり、嫌なおもちゃをねだったり、小学校の木工クラブで弓を自作するようになる。松陰中学校へ進学すると、 アーチェリー部へ入部する。2000年、松陰高校1年の時に開催された2000年、シドニーオリンピックでは、シドニーオリンピック日本選手団のアーチェリーのコーチは当時、兵庫県アーチェリー連盟理事長であった500像、まさだった。顔見知りの500像をテレビで見た林は、初めて世界を意識することになる。松陰高校卒業後は、同志社大学へ進学する。 中学、高校、大学と川西市の実家から通学していた。2008年、北京オリンピックの日本選手団に選ばれ、その後の周囲の期待も高まったが、2011年秋に行われたロンドンオリンピックの選考会で不注意から、右手首を負傷。代表入りを逃すとともに、一時は引退も考えるようになった。しかし、周囲に勧められて、 フィールドアーチェリーを行うようになり、好きだからやっていたと自分の原点を思い出して復活を遂げる。2016年リオデジャネイロオリンピックでは再び日本代表の座を獲得した。堀場製作所では法務部に所属。就業時間後は京都アクアリーナで練習していることが多い。勇気の名は水島真嗣の漫画。 野球郷の歌他数作品に登場する架空の人物で女性プロ野球選手の水原勇気から取ったもので父親が名付けた。ありがとうございます。